もう一つ私には欲しいものがありましてね。私が欲しいのは心の平穏。平穏。そう、ただ平穏が欲しいんです。ここ3年をかけて培った村人からの信頼はすでに何とも笑えて居心地がいいものになった。だからその心の平穏を永遠に手に入れたいんですよ。だからもらうんですよ、その平穏を。そしてあなたの財産、つまり村に海賊が来る。